はい、うわー、これ見てください、タラバガニ。百貨店で買えば1万円はしそうなカニがこんだけ入ってて6458円。中島さんもこの笑顔。冷凍ポテトはたっぷり 1kg で505円。サバの味噌煮は10枚で1078円、1枚なんと108円切り。こんなびっくりプライスで販売しているのは知る人ぞ知るこのお店、福岡市東区の丸徳市場。海産物をメインに冷凍や加工食品を超お値打ち価格で販売しています。ここ見てください、丸徳マーケット、博多の海鮮冷凍スーパー丸徳の社長徳ちゃんが全国の美味しいものを集めました。徳ちゃんいらっしゃいますか。はい、徳ちゃんでございます。徳山社長、どうぞよろしくお願いいたします。この笑顔がトレードマーク、丸徳の徳山義弘社長です。問屋っていうとですね、もうとにかくいろんな仕入れ先メシか、うちだけでも300社以上仕入れ先があるんですよ。そう、丸徳は食品の卸問屋。ここももともと一般のお客向けのお店じゃなかったんだとか。アンテナショップ、バイヤーさんたちがですね見に来てくれたらなということで始めたら、まあ、一般のお客さんもたくさん来てくれるようになって、卸値で買えると聞きつけた一般客が毎日たくさんやってきます。正月は絶対ここでカニって決めてるので、この間サバの味噌煮買ったんですけど、それもすごい美味しかったです。大量購入しているこちらの男性は、安くて美味しいのが魅力ですかね。しかし安いのは問屋だからってだけじゃない。例えばこちらは長崎産のアジフライ。ちょっと形が悪いですね、バラバラ、ちょっと折れ曲がったりとか、でこういうのと、あと形が綺麗になってないとかですね、でそれを、はい、どうしてもやっぱり手直しできないとなれば、はいはい、私たちの出番でございます。引き受けましょうと。売りづらい商品をドンと引き受け、低価格できっちり売り切る、その裏側をこの後たっぷり紹介します。さあ今日のグッジョブはびっくり低価格の2社です。いろんな商品とかサービスが価格高騰していく中で、まあ、独自の企業努力でその価格を守っている、しかもですね、まあ、売上的にはかなりすごいらしいんですよ。今日のグッジョブはそんな安さの裏側を徹底解剖。訳ありでも味は抜群の商品を独自ルートで集める食品卸。安すぎてすいません。誰もが知ってる某有名店のフライドチキンから給食のハンバーグまで、意外な販路を開拓しフードロスを削減。2年ぐらいかけて九州全県回りまして、そしたらお客さん皆さん喜んでくれて、はい、一方こちらはパンチのある看板でおなじみ、格安ヘアカットの鴻池。1200円という安さの秘密は、回転率を上げて。その回転率アップの鍵は独自のカット技術と店の真ん中にある洗濯機。仕上がりが満足できるというか、他のとこにはもう行く気はないです。福岡にある超安い繁盛店、その裏側をじっくり覗いてみました。冷凍食品の超低価格販売を実現しているのがこちら、食品卸問屋の丸徳です。オフィスは2階で、1階が直売所の丸徳市場です。社長を訪ねるとこのお姿、筋トレが毎日のルーティーンという徳山義弘社長です。低価格での販売にはきっかけがあったそうで、
問屋っていうとですね、もうとにかくいろんなうちだけでも300社以上仕入れ先があるんですよ。でその各メーカーさんが、徳山さんこういうのあって残ってるんだけど困ってるけどどうにかならないっていう相談結構来ます。バイタリティあふれる徳山社長、それを聞いて自ら動きます。地域のローカルスーパーさんは2年ぐらいかけて九州全県回りまして、はい、でそこで一軒一軒取引お願いできませんでしょうかということで、うん、そしたらお客さん、はい、皆さん喜んでくれて、はい、中でも特に喜ばれた人気商品がこちら。今日はフライドチキンと、大きな冷凍庫を覗き込んでいるこちらの女性客も、このフライドチキン、そう、某有名飲食店で大人気のフライドチキン、たっぷり 1kg で1293円です。このですね、取っ手がついてて、ええ、こういう形をしているチキンでございます。どうしても形の不揃いのものがたくさん出来上がるんですね、どうしても、ええ、そんな時にそれだけを商品にしてパックにして、それを弊社で引き受けると。規格外でお店には出せないけど味は同じだから、あっという間に売り切れてしまう人気の商品です。規格外品は他にも、こちらは某有名ファストフード店のポテト、 1kg も入っているのに505円。これらを地域のスーパーに卸すために一工夫。大量に仕入れたとしても、それを弊社で小分けにして小さなお客様とかミニマムなお客様に安定的に供給できる商品と品揃えと、それから物流網を作ろうと思って、どんな僻地のスーパーさんにもお届けしますという小ロットでっていう物流網を作ったんです。すごい。さらに、今日は何をお買い求めに。まあ、ケーキとかこの間買ったやつをまた見に来ましたね。ね、美味しかったですか。実は学校給食で余った冷凍ケーキも販売。賞味期限は長いものの、放っておくとフードロスに。徳山社長が引き受けたのはケーキだけじゃありません。例えば学校給食で残ったハンバーグ1個30円とかお分けするじゃないですか。でそれにスーパーの惣菜さんが煮込みハンバーグにしたりして、またそれを生かすと、100円で売ったりとかですね。それを小さなローカルスーパーとメーカーを結ぶ流通網を開き、そこで訳あり商品を展開。フードロス削減に貢献しつつ売り上げを伸ばしています。徳山社長が開拓したローカルスーパーの一つが大京バリュー。なんとここ全部丸徳が卸した商品なんです。こちらは仕入れの責任者、営業統括部長の浦田和信さん。丸徳の業務用訳あり商品は安くて量もたくさん入っているのでよく売れるそうですよ。でも味はどうなんですか。味はもう丸徳の徳山社長の目利きで、もう品質がいいものを分けてもらっています。しかも単にお買い得で売れるってだけじゃなく、また違ったメリットもあるそうで。フードロスとかでやっぱり社会的貢献をしているところと正式にお付き合いさせてもらって、そういうのを提供できるというのがやっぱり我々の信用にもつながっています。そんな浦田さん一押しの丸徳大ヒット商品があるんだとか。王様のエビフライになります。ちょっと見せてください。お、王様のエビフライ、これ丸徳さんオリジナルで、商品の企画から全部このパッケージまで。その実力とは。試食は私です。もうこれね、匂いがたまらないんですよ。カリッカリに揚がってるの分かりますよね。ほら、いただきます。食べ応えありそうな大きさ。ブリンブリンのエビです。おいしい。あの、衣が薄いというよりも、あのエビがでかい。卸問屋の丸徳が自ら開発したエビフライ。
きっかけはスーパーからのリクエストでした。九州の地域のローカルスーパー様の社長様とかですね、はいはい、惣菜売り場のですね皆様に、うん、あのご意見聞いて、はい、薄い衣の大きいエビフライを子どもたちとかお客様に食べさせたいというお声がありましてですね、はい、これは私の出番でございますと。メーカーやスーパーの困りごとや要望にしっかり応える、謎の安売り店は業界を支える縁の下の力持ちの店でした。こちらはド派手な看板がトレードマークの鴻池。九州沖縄に37店舗を展開する格安ヘアカットのチェーン店です。店を覗けばお客でいっぱい。そのわけはカット料金にあり。時間もかからず流行って最高、お安くて、うん、いいなと思いますね。その秘密を徹底的に探ります。皆さん、あの看板見たことないですか？うわ、素敵な海外のファミリー。あれ何の店でしょ？それがこちら利用鴻池さんなんですね。僕も気になってました。入ってみましょう。ここは格安ヘアカットチェーンの鴻池福重店です。店に入った土井くんを待っていたのは。いらっしゃいませ。お願いします。あ、おはようございます。いきなり券売機、ラーメン屋さんやんこれ。この店最大の特徴は何といっても安さ。カットだけなら大人は1200円、子供は900円、シャンプーと顔剃りをつけても1800円です。鴻池は初めてという土井くん、ヘアカットを体験します。12月から髪を切っていないんだとか。カットしてくれるのはこの道をおよそ30年の山崎敦史マネージャー。天国。いきなり大きな電気バリカンで迷いなく行く山崎さん。トップの部分だけハサミと串でざっくりカットすると、腰のホルダーから取り出したのは小型の電気バリカン。それはお、またバリカン。そうです。お、え、それ串の上から行くんですか。そうです。え、すごくないこれ。巧みな串さばきと電気バリカンでみるみる形を整えていきます。切った紙をハケでささっと取り払えば。はい、終わりました。はい、終わった。終わりました。終わった。あ、はい、ストップです。ストップ。タイムはドン8分30秒このスピードも鴻池ならでは。もっさりとした髪が軽くなっていい感じ。8分半でカットしたとは思えません。バリカン仕上げの襟足も決まってる。看板モデルも夢じゃないかも。鴻池に来る理由を尋ねると。早くて綺麗にカットしてもらえる。時間が早いですね。で、その料金もお安いと。だからもう言うことないかなっていう感じですね。価格はもちろん仕上がりが早いという答えが。え、でこの速さで1日何人ぐらいやるんですか。1日平均やっぱ100人は多分こなしてるとは思います。日曜祭日になるとまだまだ200人とか。お客一人にかける時間の短さが低料金の秘密。その時間の短縮を可能にしているのは、いかに我々の動きがスムーズで無駄なくムラなく無理がなくで、回転率を上げて回転率を上げてどんどんお客様を回していく。そう、安さを維持できるのはこの回転率があってこそ。鴻池、驚きの秘密に迫ります。
ヘアカットが1200円。この安さを武器に九州沖縄に店を広げる鴻池。福岡市東区にあるたたら店を中島さんが訪ねました。すると社長がカットしてらっしゃいます。高野社長、はい、あ、すいません、お仕事中、お客さんもすいません、ちょっとだけ。さっそうとお客の髪をカットするのが自らも理容師免許を持つ高野勝社長。今も月に一度は店頭に立つそうです。カットだけだと1200円。はい、ズバリ年商ってどれぐらいですか。今年商は13億円。この売り上げを生み出しているのがお客の回転率です。回転上げるために具体的にはどういうことをやってらっしゃるんですか。技術的な部分でいうと、はい、弊社は EC カットっていう技術を取り入れてまして。高い回転率を生み出す秘密、一つ目は EC カット。 EC カットとは電気バリカンを使ったカットのこと。マネージャーの山崎さんはこう語っていました。ハサミで何回も切るところを EC カットにすることによって切る回数を減らしてるんですね。絶妙な、これ多分手さばきですよ。まあ、例えば5回ハサミで切るところを電気バリカンで1回。ハサミと比べると所要時間はおよそ半分。切る人の負担が少なく、一日中パフォーマンスを維持できます。高い回転率の秘密、2つ目は店内の動線。鴻池の店内にはある特徴が。いきなりもう見えるところに、見てください、洗濯機。あれって、はい、こんな見えるとこあります？だいたい奥の方とか見えないところに置きませんか？そうですね、無駄な動きをなくして効率よく回すことができるようにって言って店内に置いてます。スタッフを見ていると動きは必要最小限。時短になるようスタッフの動線を一番に考え、必要な機器を配置しているのです。特徴的な配置は洗濯機だけではありません。蒸しタオル機にも工夫が。お客から2歩以内で届く場所に置いているのです。この距離で来れるようにすごい、めちゃくちゃ気持ちいい気持ちいい、最高、はい、で、うん、これを持った時にこれをポッとこう使い終わるとポイ。こちらのスタッフも流れるような動きでポイ。こうして回転率をアップしているんですね。ところで鴻池といえば、一度見たら忘れられないこの看板。ここにも狙いがあるんです。鴻池のあの看板を作った方に来てもらいました。めちゃくちゃ会いたかった。それが広告代理店出身の山崎進課長です。何、あの看板ってなる、あのファミリーの海外の方、はい、あれって何なんですか。あれフリー素材なんですよねえ、みんな使えるフリー素材をただデカデカと私は使っております。はい、使用料ゼロの写真を堂々と使った山崎さん。看板の文字にはこんな遊び心も。あのラーメンもつ鍋鴻池とか、うん、ちょっとよくわからない、うん、あのキャッチコピーを作って、うんうんうん、まあ、お客様に、まあ、インスタグラムとか SNS で結構投稿していただいて反響が変わったっていうのは結構あるんですけど。最低限のコストで狙う効果は最大限。それは先代社長の熱い思いでもありました。先代の社長の会長がですね、まあ、ド派手な看板がいいということで、はい、もう看板命だと、もう看板は目立ってなんぼやみたいな確かにこのインパクト、ちょっと他にはありませんよね。と、さまざまな取り組みで低価格を維持する鴻池。しかし安くて早いだけじゃありません。思った通りに切ってくれるし気持ちいいです。非常にこう
仕上がりが満足できるというか、よかったです。そういう感じがして、もう他のとこにはもう行く気はないですね。おお、根強いリピーターをつかむには当然技術だって不可欠。技術には妥協はしていませんね。やはりお客様に喜んで帰っていただかないといけないんで。技術に妥協なし。それを支えるのが閉店後に行う新人研修。週1回先輩社員からマンツーマンの指導を受ける卵たち。一人前になるまでにおよそ1年かかるそうです。まあ、カットの基本の木って言われるとこからもう一から教えてくれるので、現場は違うのですごくためになります。河野池は未経験者も採用し、この研修で学ばせています。資格取得のために学費を支援する制度も設け、人材確保に力を入れているのです。もちろん大切にしているのは若い力だけではありません。シニアの方もですね、はい、働けるように。うちは技術職ですから定年制を設けてないということで。あ、そうなんですか。元気できちんと技術ができればですね、はい、いくつになっても働けるという。確かにスタッフにはシニア世代も。いろんな人と巡り合う、いろんなことが楽しいことがありますね。おかげで会社に雇ってくださっただけでも幸せです。こちらの田中光雄さんは71歳。河野池に勤めて四半世紀になります。やっぱ働きがいはありますよね。何歳まで働きますか。いや、一応自分の目標としてはですね、80が最低目標にしてます。あ、最低が80か。若い新入社員もシニアスタッフも手厚くバックアップすることで人材を安定的に確保。技術に裏打ちされた低価格で地域の支持を集めながら拡大しています。いかがでしたか。丸徳も河野池もびっくりするような低価格。2社に共通するのは社会貢献という言葉でした。まあ、丸徳はフードロスをなくしたり、ローカルスーパーを助けることによってきちんと社会貢献して、河野池は技術とスピード、これを両立させることによって地域貢献、この価格で皆様に愛されている。いやー、素晴らしいと思います。それでは皆さん、また来週この時間お会いしましょう。グッジョブ。